いい色になってきたね。うん、あとはこの薬を混ぜれば。え、いっぺんにそんなに多いかな。少しずつ混ぜていった方がいいと思うけど。じゃあちょっとずつ。あとはこのまましばらく煮込んでおけば完成だね。やったー、うまくいった。ベイン君が手伝ってくれたおかげだね。そんなことないよ。うんうん、私一人だとまた失敗してたかもしれないし。かもじゃなくて間違いなく失敗してたね。そんでドカーンって爆発させるとは言ってない。大丈夫？空気が汚れたのかな。窓を開けてくるね。お願い。フィロ？フィロ！あちゃー、またか。最近は平気だったのにな。またって、どういうこと？話は後々、早く保健室に運んであげて。うん。やめようって言ったのよ。錬金術に頼るなんて。仕方ないじゃないか。それに少なくとも病気は。それでもあの子はあと何年も。その何年かを与えられただけよかったじゃないか。起きた？もう大丈夫？あれ？私、寝てた？寝てたっていうか、倒れて。倒れた？まあ、どっちもあんまり変わんないよね。すごい違いだよ。まあ、気にしないで。まだ寝てた方がいいよ。よくあるの？こういうこと。たまにね。この学校に入ってからはずっと平気だったんだけど。そっか。薬か何か作ってきた方がいい？ん？いいよ、どうせ無駄だし。無駄？なんでもない。それよりさ、お願いがあるんだけど。ん？何？私まだ宿題終わってなくて。それで。わかった、僕の分と一緒にやっておくよ。それと私が倒れたのみんなには内緒にしておいてほしいの。うん、その代わりちゃんと休んでなきゃダメだよ。はーい。平気なの？うん、もう大丈夫だよ。な、嫌な慣れだよね。フィロって体弱いの？弱いっていうか、私小さい頃に重い病気にかかっちゃってね。そのせいで人より寿命が短いんだって。え？これ私の分の宿題？あの、フィロ、今日はこのまま帰るね。それじゃあまた明日。冗談だったのかな。ずいぶんあっさりしてたし。じゃーん、完成したよ。
見ろ、上々の出来だろう。